はい。19週目はですね、テクニカルがしっかり働く時間帯と、ファンダメンタルで、まあテクニカル的には離れていく時間帯と、それがはっきりとした、そんな1週間だったと思います。ですんでね、損失を最小限に抑えることができて、利益を最大ができた。まあそんなね、あのテクニカルトレードのモデルみたいな1週間だったなと振り返るわけなんですけども、20週目はどういう風になるでしょうか。19週目がね、基本的には上昇圧力がずっとあったように、 20周目はそれがさらに顕著になるというふうに考えております。それがですね、この図なんですけども、ちょっと前を見てくださいね。一つ前は陰線がありますよね。陰線に対して上と下に実体と同じぐらいのヒゲがついておりました。これはだから迷いを表しています。上に行っても下に行ってもおかしくない状態で、えー、若干下傾向にあるのかなっていうふうには考えることができます。 ただ、その1個前ですよね、今度は1個前になってくると、強い陽線になってます、上に向かう陽線です、しかも、下ひげが出てるでしょで、そこまでの経緯が、下から突き上げてきてのこの陽線ですから、基本的にはね、上への示唆をさらに強くしてるんですよ、でその次に、先ほどお話した、陰線が出てるってことは、一旦迷ったんだけども、でも上昇というふうに考えていいのかなと。 で、えー、19種目なんですけども、下髭を出した陽線でしょ、まあ、つまりこれは、さらに上に行くよっていうふうに考えた方が順当なんですよ。そうなるとね、これはね、W の右辺が強いを、ここまで作ってきてて、W になってるでしょおそらく、このネックラインを越えた時っていうのが、右辺をものすごく強くすると思うんですよ。こういうふうな形でね。だからしばらく、上昇圧力が、 続くと思いますもちろんテクニカル的なあ妨害は入りますよもしくはテクニカルによってこの上昇があの加速するかもしれませんあテクニカルじゃなくてファンダメンタルね材料によってこれが反対側に動くかさらに上昇するかっていうところが出てきますのでそれも見極めながらの相場解説になりますけどねただ今のところこの週足を見ているとこの W はここまでは実現しましたんで今後も期待できるかなってところですよね かなり利益が取れていくんじゃないかなと思います。逆にですね、ちょっと私的な予算なんですけども、145円で私ね、125円までの長期の、あの、ポジションを持ってるんですよ。値下がりすると儲かるやつね。だんだんこの含み益が減ってるっていうところではちょっとしょんぼりだなっていうところですね。個人的にはね。だからある程度のところで利益確保した決済が必要かなと思います。この長期、え、長期の玉っていうのは。 余談を申しし上げましたじゃあ次は冷やしの方にいきますねはい冷やしの方なんですけどもまさに W がここに見えてると思いますここ一回大きな V の字を変えてねフラクタル的にちょっとちっちゃめの W でしょ今度もっとちっちゃい V がついて全体的にはここを抜けていくと全体的には W の完成なわけですよ そうすると、ぐーんと大きく伸びるかなってことです。まあ、それが、この冷やしに出てますけども、まあ、なんせね、ここまで強い陽線が続いてますから、次も陽線を期待していっていいんではないかなと思います。そのうちここ突き破ると思いますけどもね。はい、じゃあ4時間、4時間はもうあんまり見てもしょうがないかなと思うんですけども、4時間とか1時間になってくると、もうね、あの、 その日その日で変更がどんどん起きてきますんで、今見てもしょうがないんですよ。ただまあ今の時点で考えられることは、と、こういう風な流れがね、一つできてますよね。で、ここで大きく上の方向に壁を開いてくれたんで、ここまでは伸びやすくなったってことなんですよね。それがこれで見ることができます。はい、じゃあ最後1時間見ていきましょう。まあ本当に1週間占う上で1時間なんて見てもしょうがないといえばしょうがないんですけども、ただ、 ここまで見ていくと上の方に行くその上昇圧力っていうのがどの時間帯でも感じることができると思うんですよ。ですんで今後もこれはここに合わせてね、緩やかに上昇するっていうふうに見ておけばいいんじゃないかなと思います。で、詳しくは、詳しくはですよ、15日月曜日の1日中を通して判断して火曜日からのエントリーにつなげていく。こういう組み立てですね。えー、ということでね、あとは材料の方、いつものように例の 外貨 EX の方から見ていきましょう。それでは動画続けます。はい。ではいつものように外貨 EX のこのサイトからですね、20週目、15日から19日までの材料をざっと見ておきましょう。また直前でも見直しますけどもね。えー、それでは15日の方ですね。週が明けて、えー、朝から突然入っていますけども、これはまあ気にするほどじゃないんですが、まあ星1個ですよね。それからアメリカが 21時半、夜にやっぱありますね。ええー、せなんですかこれ。ニューヨーク、ニューヨーク連、銀製造業、な何ですかねこれは。ちょっと聞き慣れないですね。ちょっとこれは私わかんないですね。これ初めて見たかもしれない。うん。まあ、21時半から29時。だから翌朝の、これは5時ぐらいまでですかね。ちょっと荒れるかもしれないですね。月曜日。これだけ材料が続くと、やっぱりあれは、 考えられます。資金が出たり入ったりしますんで。はい。じゃあ月曜日はね、あの、あの、こういう風に資金が入ったり出たりすることが多いですから、月曜日はやっぱりしっかりとした見極めで、えー、火曜日からの展望をしっかりと捉えた方がいいかなってことですね。そしてその火曜日なんですけども、材料は日米ではあんまり入ってないですね。火曜日ね。あー、来ました。 来ましたよ。これはでかいですよ。火曜日の夜21時半からは、ポジションを取らないでくださいね。来ました。4月、小売上高、除く自動車、前月比これが来てますね。うん。だから火曜日の夜は要注意なんで、火曜日にポジションを持って、そのまま持ち越しで水曜日もっていうのは考えない方がいいです。火曜日は火曜日で勝負していきましょう。あ、さらに22時15分には材料が続きますね。あ、これ水曜日の朝も、 強烈なんか来ますよ。ちょっと材料の筒なんか週ですね、20週はね。水曜日の朝9時まではポジションを持たないでくださいね。9時から11時、午前中は全部荒れると思います。うーん、水曜日ね。まあこれは、これもまあまあ、13時半もちょっとありそうですね。ああ、これ一日中材料ですね。なんかね。これは結構荒れるかもしれない。 朝は星3つでかなり強いやつが来るんですけども昼にも材料が日本から出てで夜にはアメリカからの材料が出るんでこれね資金をね入れるのをためらう人が多いのと同時にこういった発表があった時っていうのは資金が入り乱れますんで、うん、本当にねぎったんばったんすると思いますよ水曜日は利益が取りにくい水曜日になると思います防御に徹しましょう で木曜日もパラパラとありますけどもまあこれは普通のテクニカルがあこの日もアメリカと強いですねえー、木曜日ねで金曜日も強烈ああもうね材料の週ですね20週は結構きついっすねあのもしかしたら今週取れた分20週は利益は取れないかもしれませんまあこんなこと言うとねおいおい19週目も取れなかったんだよっていう人もいるかもしれませんけどもやっぱりねそういう時は あの19週目よりもこれから来る20週の方が難しいんであのデモトレードに徹してくださいそうするとお金を失うことなく金銭的リスクなしで力だけがつきますからでこういう時にねいつものように資金入れるから資金がなくなって勉強中なのにお金がなくなるってことが起きるんですよそれは絶対避けてくださいあのお金がある以上まだ勝負はできますからなくなったら実力を将来的につけようと思ってもその道が断たれますんでね要注意ですよそれでは 今週の展望でした。